ス、先に来てしまったようだな。あ、皆様アニョッス、本日は主デートだぜ。え、相手は誰かって？あ、そう言ってたら来たみたいだな。ごめん、まった？どうやら彼女役は霊夢のようです。てか、パジャマー。いやー、朝寝坊しちゃって、待ち合わせ時間に間に合わなそうだったから、このままでてきてった。せめて靴は履けよ。こんな彼女は嫌だ。パジャマがピンク。いや、そこじゃねえっしょ。ということで本日はこんな彼女は嫌だ茶番よ。霊夢、待ってるからちゃんと着替えてきてくれないか？さすがにこの格好で街歩きたくないし。確かに差が、片方気合入りすぎ、片方やる気ゼロ。オッケー、じゃあ着替えてくるね。お待たせー。出ました、久しぶりのネギ霊夢。お、これでデート始められるな。これでいいんかーい。こんな彼女は嫌だ。デートにネギのコスプレ。大丈夫、そんなやつ世界中探しても絶対いないから。おし、じゃあ遊園地行こうか。お、ようやく普通のデートっぽくなってきたな。私コーヒーカップ乗りたいわ。お、いいねー。お、霊夢、そいつが彼氏か。そうよパパ。パパ？霊夢の父だ、よろしくな。あ、よろしくお願いします。妹はデートしてるけど、僕はママがいればいいわ。妹？あ、うちのママとお兄ちゃんよ。兄貴マザコン。じゃあもしかして後ろの方々も。おじいちゃん、おばあちゃん、そしてママの妹の家族4人。真ん中の2人はいとこよ。まさかの親戚大集合。あ、私はお隣に住んでる山田です。親戚の枠を超えたー。なぜここに？私が遊園地行くって言ったら、みんな来るって。どんな連中だよ。こんな彼女は嫌だ。デートに、親戚、知り合い大集合。お正月かよ。おし、これで準備完了。今日はなんと、初めて彼女の家にお呼ばれしたのだ。お、初の家デートか。さあ、遅れないようにもう出ないとな。はいどうぞ。いらっしゃい。お、綺麗な部屋だね。まあ、いつもはもうちょっと汚いけどね。昨日めっちゃ掃除したんだから。まあ初めて彼氏家に呼ぶとなったら、そりゃ掃除するわな。あれ、その T シャツ、もしかして霊夢って武将とか好きなの？いや、別に。あ、じゃあ歴史好きの歴女とか？別に。お前はエリカ様か。じゃあその服は？これね。元彼よ。へ？一緒によくコスプレしてたんだけど、その時に作ったの。こんな彼女は嫌だ。元彼の顔入り T シャツ。部屋汚くてもいいからそれは着ないでー。今日はショッピング。好きな服、何でも買ってあげるぞ。本当に？カップルの前を横切るサラリーマン。このハゲー。出ました、おなじみのネタ。こんな彼女は嫌だ。ハゲを見て発狂。ということで以上、こんな彼女は嫌だ茶番でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。